こんばんは。こんばんは、皆さん。お元気ですか？おっと、このコンセントは？充電器。ジミーが配信してる、それ見ながら配信しようかな、じゃあ。めっちゃ暑い。めっちゃ暑いよ。長袖なんです、まだ。どこだ？ DMM だっけ？お疲れ様でした、皆さん。DMM ですか？ DMM か。停電。ずっと。停電。音鳴っちゃうかな。ほののさんの顔やばい。こんばんは。こんばんは、皆さん。お疲れ様でした、ポジション。第2位でした。ありがとうございます。ありがとうございました、皆さん。たくさんのポチポチをありがとう。うん、お疲れ様です。長かったですね、本当に。お疲れ様です。いい衣装だといいな。いい衣装だといいな。お母さんと話してたんです、これでいい衣装だといいねって。でも可愛い衣装のイメージがあるから楽しみですね。ね、気になるよね、衣装。気になります、ね、いつになるかな、ちゃんと発売できるかな。でもこのままね、順調に落ち着けばいいですけど。昨日見つけてしまってすみません。本当ですか？まだカホもね、着替えてるよ、このお姫様。そう、イラスト描いてくださったんですよ、アイリンさんが。嬉しい、かわいい。私さ、起きてたの。起きてたの、昨日も4時ぐらいまで。もっと起きてたかな。4時ぐらいに見たんだよね、アイリンさんのやつ見て。で、4時ぐらいに寝れないって思って本読み始めて、この M 愛すべき人がいて読み始めて、で、まあ12時まで起きるかと思って、で朝ごはん食べて、朝ごはん食べてベッドに入って寝ちゃった。そう、でもね、見たんですよ。そうだからね、夜通し書いてくれてたんだと思って、ありがたいです。めっちゃ白飛びしてる、かわいい。これ書き途中のも保存してた、かわいい、かわいいですね。なんでこんなにかわいいが書けるんだろう。美化、美化されてる。並ぶとやばい、並ぶとやばいです。かわいいです、ありがたいです。やった、
これもね、アバターにしたいって思ったけどね、ちょっとね、ないので権利がないので。可愛いですね。何かどっかで使いたいな。めっちゃ可愛い。あ、そう、絵描いてもらってばっかりだね、ニキの先生。生誕のお手紙もだし。すごいお世話になってる。ありがたいですね。あ、私あれやろっかな。今日さ、なんかさ、ちゃんとさ、お礼配信ですとも言ってないしさ、配信するねとしか言ってないからさ、多分なんか気持ちをさ、なんかそういう感じにさ、何これ違うんだ、気持ちをそういう感じにさ、多分セットして見に来ている方があんまりいないかな。なんて言うんだろう。いつも通りの配信っぽいので、またなんかできたらいいなと思うんですけど。今日普通の配信。先輩から好かれる。でもそんなに多くないんですよ。そんなに多くないですよ。テロップはパッションファイユ、お疲れ様でした。以上ね。ちょうど今日だし。お疲れ様。でした。ぎゅんぎゅん。そう、でも一緒な活動期間があったらよかったのになってめっちゃ思いますよね。うん、同じ期間を過ごせてないから、ライブとか公演とかでしか会ったことがまだないんです。あ、でもフリウェイとかでは見ますけど、踊ってるとか髪型が特徴的なので。台風当たらなかった。私ね、やってるよ。あ、こっちの携帯に入ってるんだった。こっちでパッションフォーユーやって、あ、こっちの携帯で、でこっちで大富豪できるようにこっちに移し替えたんですよ、大富豪の。だからね、大富豪配信できない、あ、でき、いや、やろうと思えばできるか。こっちでログインし直せば、入れ直さないで、ほうほうほう、スタンプから連絡が来て、話したことはあります、ありがとうございますっていう話しかしたことないです。でも、うん、顔が疲れてる。本当に今日は薄いの。薄いし、前髪とかしかやってなくて、でも今日寝癖ないから陽気。あ、でもこの辺やったかも、アイロンしたか。ペペ、口に。そうですね、確かに古柳レアじゃないですか。めちゃめちゃいないでしょ、書いてもらった。マウント取っちゃダメだ。今のメンバーでいない。今年唯一、今年じゃないです、今年書いてもらった。マウント取りに行っちゃう、あかーん。
嬉しい。すぐマウント取っちゃうから、ダメダメ、そんな、そんな女はダメよ。嬉しいです。見てこれマーブル。そう、このね、上のねイラストが違うんだと思って、さっき、あ、違うんだって話した。これあれだよ、パッションフォーユーの期間に消費したマーブル、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 マーブル。でも2本ぐらい捨てちゃったからね、多分6本食べてる、2週間で2週間で6本。しかもこの大きさ。あ、でもさ、あの配信した時も食べてたよね。急にいい公演やり始めた時も食べてたよね。めっちゃハマってるの。いつの日、3月、4月かな。4月ぐらいからずっとハマってる。で、4本だけだと思うじゃん、あんまり映せないから、ここだけね。新しく、新しくね、これとあとね、ストックビニール袋付きがあります。好き。流行ってる、カホの中で今。嬉しいです。でもね、痛いの、口の中が、口の中がね、これさ、なんでこんなに硬いんだろうね、周りのやつ。砂糖、カカオマス、卵の殻、カルシウムって書いてある。卵の殻食べてるってこと？めっちゃ刺さってさ、痛いんよ。そしてさ、多分いろいろさ入ってるじゃないですか、着色料とかいろいろ入ってるから喉が痛くなるの。食べすぎる、食べすぎてるからだと思うんだけど、圧倒的、絶対そうで。うん、食べ過ぎにご注意くださいとか書いてあるかな。ない、書いてないからいいんだ、ちょっと食べ過ぎた。そういう問題じゃないよね。でもね、コーヒービートがいいんですけど、コーヒービートないんですよ、うちの近くのスーパーに。ないから、ずっとこれ、出会えない、コーヒービートと。痛い痛い痛い。うん、これもさ、舐めた方がいいのかもしれん。多分じゃなくて、舐めた方が多分ね、口にも刺さんないから、やっぱね、舐めた方がいいんだよ。きっとそう、舐めた方がいいんだと思う。そう、これ空箱なのになんで取っといてあるかっていうとね、これをさ、このこうやってさ、つなげてさ、スタンドマイク作ろうと思ってたの。23歳公演記念、違う、23歳記念公演の時にキャンディーするかもやってたから、これをこうやってつなげてあれしようと思ってたの。だけどね、やめた。やめた。でまたシャンキーのデレデレ。そう、やめました。カクカクし始めちゃった。24歳はするか知らないよ。うん、24歳はするか分かんないです。23歳半。年齢書かなくていいよ。
そう、めっちゃクックックしてるよね。ちょっとありつけよう。ありつけようっていうか、あーめっちゃ熱い携帯。なんで？登場。なんでこんなあれなの？すぐにダメになるの？トップページがこぼちゃになってる？あ、ニューンって出てくるやつでしょ？違う？バッテリーでもこれね、最高。思うように張り付かない。地震見て、音が、音がですか。携帯変えるつもりですよ、そのうち。あの着物姿すごい。あ、待って、ちょうどね1年前ぐらいなんですよね、撮影したのが5月の夏の。これとかちょうど誰、そうそう、ちょうどね1年前とか。でもあれがないな、これは。これはもう出た？あれがないですね。あれ何色だっけか、黒。めっちゃ叫んじゃった。あれ急に黒いんですよね、髪の毛じゃない？いつ撮ったんだろう、いつ撮ったのかな、探せ。でもブチャラティだから髪型が、ブチャラティの時だよねっていうなると、11月あたり、そんな最近だっけな、撮ったの。一人してるかな、もはやしてなさそう。これ周年があって、で収入があってそういうとこあるよね、を取って、その時は多いもんね髪の毛取って、ふるさと一円祭りして、そしてまだ緑ですよ髪の毛。おで、ゆずさんとデートして、これはなんだ、これはなんだ、ティフ、ティフじゃない、これはなんだ、あ、違う、日本電さんからブチャラティだからこの後だよ。お、あった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 、当たり、当たりでした。タンスが反射してる、あったよ。これをじゃあ送れるようにいいね押しとこ。漏れてる、この時の私、いいね押しとこ。お気に入りから飛んで、あ、ふけいさんってさ
終わったよね。ふけいさんの私なんか画質めっちゃ悪いじゃん。これこれこれ。11月25日。青がの前日じゃん。このオフショルのドレスみたいなやつはまだタンスが映ってる。まだだよね。ふけいさんもちょっと遅れるようにいいのをしとこう。数ありすぎてね、出てこないんですよ。ピッて出てこなくて、だからね、いいねをしてね、送りゃブレブレじゃないですか。ふけいさんめっちゃブレとるじゃないかい。ジュリさん、はい、送れるようにセットしました。髪の毛伸びないかな。チュリさんも来るね。じゃあチュリさん意外とね、顔のフォルダにいる。うん、一緒に撮ってるの多いかもしれない。割とチュリさんと柚子さんの次に多分チュリさん割といっぱいいる。割といっぱいいるってなんか失礼か。チュリさん多いです。チュリさん、こしゅ、かわいいな。確かに顔が撮ってる。あとはもうね、いないんですよ。私がツーショットをよく撮ってたメンバーってもう卒業したから、なんか載せれないって言ってもたまにね載せちゃうけど、載せちゃうけど、チュリさんいっぱいいる。チュリさんまた行っちゃった。そう、切り取らないといけない。顔に黒ワサビを貼っとこうかよ。うん、あとはなんの話してたんだっけ。ああ、このチュリさんもいる。いっぱいいるチュリさん、本当に。ホイホイ出てくるのはなぜ。いっぱいいますね、ジュリさん。この時もジュリさん。ジュリさん特集。いや、そこでゆずさん、かわいい、かわいいです。
ゆずさんのね、めっちゃ可愛い写真持っとるだよ。どこだっけな、いつだっけな、ここだ、この日だ、この日だ。見て、全部ゆずさんだから、ゆずさんだらけでしょ。めっちゃアップで撮ってるからね、めっちゃかわいい、めっちゃかわいくない？画質もいいし。載せたっけ、載せたことある気がする、載せたっけ、かわいい。好きなのこれ、白目。撮影中にひたすらくっつく私。こっちゆずさんね、こっちは、あ、こっちゆずさんで、こっちが私、ずっとくっついてた。でも見えますか、よく見えますか、チュリさんが映ってるんですよ。チュリさんが映ってるのをゆずさんは見てるのに顔見てないやん。顔見てないやん。ダメですね、見てなかったですね。ハタゴンさんもいるよ。そしてハタゴンさんの後ろにゆうかさん。うん、こんな動画もある。ゆずさんとちゅりさんとここのパートの撮影の時にね、撮ったんですよ。ちゃんと始まるか、始まる。レアだよ、レア。これ何やってんだろう。ギター持ってないもんね。終了。何のギター持ってないね。あ、ギター持ってるところも映ってるや。でもスタッフさんはめっちゃ映ってる。ここも撮ってる。ずっとね、撮ってたんですよ。ちょっと撮ってた。みんな大好き里永もいますよ。意外と載せてないのかな、赤穂。そういうとこあるよね、写真。意外と見てないでしょ、みんな。見てないんじゃない、意外と。私と。なんか喋ってる。なんか喋ってます。 DM 見た方がいい。子供の頃の写真の話。くしゃみでそう。もう終わっちゃったかな、終わっちゃったかな。そう、 DMM でね、子供の頃の写真を出して、この子は誰っていうのやってるんですけど、私めちゃめちゃ出したことある写真を送ったの。めちゃくちゃ出したことある写真にしました。うん、あえて。もう終わった。じゃあ画像の話にもだろう。そうですね、ゆずさんの動画も撮ってますよ。かわいい。載せたことある気がする。でもこれ、そしてまたチュリさん、チュリさん、ひたすらチュリさん。
可愛いですね。このこれは載せたことあるっけ、この写真撮ってるとこ、チェリさん。そして撮ってるのはキズさんとおさきさん。これ載せたことあるっけ、ある気がしてきた。あ、ちゃんと大岡さんも撮ってます。可愛い。カファにレッスン送ってくれる。あ、レアだよレアだよ。荒ぶりすぎてる私。そういっぱいあるんですよ意外と。方向ですか、方向ですよ。あ、私顔まん丸の写真も出てきた。あ、くしゃみ出そう。そう、こんな感じなんです。あ、キメキメの若さも出てきた。キメ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 、なおさん、楽しいです、うん、フラストレーションの時の写真もねまだちゃんと残ってますよ。あ、これはでもね、わー、うん、石黒のゆずきさんからいいねが来た。なおさんが寝てるとこ盗撮した。なおさんがもう寝てるところ盗撮したやつです。これね出してない、出してないんです、世に出してない。激レア、カボしか持ってないもん。やだ、なんかめっちゃめっちゃ趣味みたい。なおさんです。もうカメラね買おうか迷ったもん、めっちゃ撮めっちゃ撮るから。これタピオカをさ拾う、タピオカを拾う2人。これ乗せなきゃ、乗せなきゃいけない。タピオカをね、こぼしちゃってね、みんなでタピオカ拾ったのです、一粒一粒。懐かしいですね。あ、チリさんに頼む、いいかもしれないですね。面白い。お砂糖多いかもしれない。GoPro とかもね、迷ったの、買おうか。でもね、携帯で撮れちゃうじゃないですか、実際。実際携帯で撮れちゃうし、その、常に持ち歩けるかって言ったら、そうでもないなと思って。やっぱ、携帯を一番持ち歩くじゃないですか。だから、やっぱ携帯がいいのかなと思って、で2台持つようになったの。でもこっちの携帯もさほど使えないからさ、うーんって感じ。これも出してないかも、ゆずさん、 LA のゆずさんとか出してないんじゃない。出したっけ、あ、出したかも、出してないかな、出したっけ。これ
ゆずさんが寝たいのに私がひたすらうざがらみしてるやつ。え、るーちゃんと私。岩佐さんもいる。岩佐さんもいる。あ、これおじゅり、あの赤ちゃんのフィルターの。岩佐さんもいる。これ 女性のフィルターつけた岩佐さん。LA で撮ってたんですよ、これ謎でしょ。めっちゃ謎じゃない。面白い、うん、ちゃんと警察に保存してあるところ偉いよね、カホ。もういっぱいいっぱいな。あ、これナオさんと撮った好きな写真、ゲイ。あ、ジュニさんの可愛い動画、前も見せたやつだ。可愛いやつまだ載せてないや。 LA にもいるジュニさん。映えじゃない。あ、そう、これハンバーガーをね、ナッキーさんとね、ゆずさんとかほうでね食べに行ったの。最終日かな、明日帰るよって日の、うん、夜に食べに行った。ここでも、ゆずさん。キャワー、キャワイイ。キャワイイ。お供えでしょ、赤ちゃんだから。キャワイイね。まだいっぱいあるね、写真載せなきゃね、載せなきゃですね。これは全部みことさんです。画像並べて作ってるのやばい。載せなきゃですね。うん、ここでもチュリさん。今日何の配信かよく分かんなくなっちゃった。そう、 LA からだね、ゆずさんの画像がズザーンって増えたのは。そんな気がする。チュリさんも多いですね、圧倒的多さ。このゆずさんかわいい、耳つけて。かわいいですね。なんかめっちゃ、あ、これ私の好きな動画。音ありで流しても大丈夫なのかな、バンされない。だいぶ、これいつなんだっけ、夏の龍神祭の時の、そう、一緒に、かわいい。
可愛いです。何の配信だろうこれって感じです。まだいっぱいあるんですよ。はいはい、こんな感じです。はい、あ、今日のねラテちゃんの動画あるよ。今日のラテちゃんどれがいいかな、どれが可愛いかな、これが可愛いんじゃない。顔をねなんかね、見えてる？顔をねこうやってなんかゲージのあれにこすりつけてた。あ、ななほちゃんのショールームが始まった。かわいい。あれです、ラテの動画もどんどん増えてきちゃって大変だわ。かわいいです、ラテちゃん。そう、9時まで配信しようかなって思ってたんですよ今日。でももうね、ちょっとね、このままだとあれだね、ダラダラしちゃうし、カラオケ配信でもしよう。カラオケ配信でもしようかな。どう？充電あるかな？あるか。急に、急にです。ごめんなさいね、なんか。マンモス生えてないんだ、ごめん。急になんです、ごめんなさい、いつもゲリラ。何がいい？キャンディーか分かんないかも。キャンディー、キャンダー、キャンダーなっちゃった。キャンディー、 AKB48 キャンディーの方がいいかな。ん？ AKB48 で調べて、あいうえお、かき、かきみ、きみ、かき、君、君ってあれ？昨日、希望、君、キャ、赤すずな、ハンマ、いや、まだ好きか。あった！あるけど、あるけど、わかんないか、ほ。わかんないや。じゃあキャンディーにしますね。わかんないけど。
とすればいい。元気50cc バイクでちょっとその辺まで、土曜日の昼下がり、日差しがうらら、 iPod でミュージックお気に入りの帰ろう。嫌なことなんか全部忘れちゃえるからね。キャンディひとつほら、青ペの中幸せになれる呪文みたい。 Everybody get Everybody suck、 どこへ行こうか。女の子は楽天的、人生はきっとなんとかなると、いつも心で雨を舐めてる。この次からやばい。商店街走って振り間を覗いて、知り合いに手を振って、雑誌を買って、泣き虫な子供を黙らせるように、ご褒美があればもっと頑張れると思う。キャンディひとつさ放り込んで、文句とか口は言わなくなる。 Everybody get Everybody suck、 何をしようか。女の子は気分屋さん、今よりももっと楽しいことをいつも求めて、雨を探してる。涙がこぼれてしまう時はポケットなんか幸せになれる呪文みたい。 Everybody get Everybody suck、 どこへ行こうか。女の子は楽天的、人生はきっとなんとかなると、いつも心で雨を舐めて。Everybody get Everybody suck。 いけた。いけたよ。いけましたね。しめしめ。次は何がいいんだろう。でも初めはちょっとあれだったね。初めちょっと分かんなかった。22歳で他にやった曲ありますっけ。
ないね。なかった。なんかありましたっけ。初日携帯が死んじゃった。やっぱり冷えピタが足りないようだ。あと1曲ぐらいいけるかな。初日わかるかな。モニカ入ってないんですよ。扇風機扇風機ちょっと待って。コンセント刺さっとらんかった。持ってこれないから回すだけ回しました。扇風機部屋がちょっとでも温度下がればね。じゃあ初日にしてちょっと今日の配信は終わろうかな。初日歌えることを願って。でもさっきキャンディーいけたからいけそうじゃないだって初日の方がまだ新しいし。私は立てる憧れていたステージ大歓声ハクストネーキの中、厳しいレッスン自分の壁乗り越えて迎えた今日チャンスの幕開く。一人だけ踊れずに帰り道泣いた日もある。思うように歌えずに自信を失った日もある。いつもライバルが輝いて見えた。夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花。その努力決して裏切らない。夢は汗の中に目を出してずっと待っている。いつかきっと願い叶うまで。スポットライトがこんなに眩しいなんて、長い夜が明けた朝日のようね。先輩たちには負けたくないよ絶対に。私たちのショーを作りたかった。怪我をして休んだ時悔しくて泣いた日もある。学校とレッスンの両立に諦めた日もある。だけどアンコールがどこかで聞こえた。夢は涙の先、泣き止んだ頬、笑みの花。頑張ったつぼみがやがて咲く。夢は涙の先、雨風に負けず信じてる。晴れた空に祈る。
ありがとうございました。歌えたちょっと怪しかったけど、ありがとうございます。そう、入れようか迷ったんだけどね、うん、あまりにもダンスを覚えてなくてやめたんです。そう、ワッシュいいとかもね迷ったけどね。そうそうそう、あとフラストレーションも迷ったの。そう、チーム E でちょっとセンターをやれた曲だったので、ありがとうございました。ちょっと怪しかったけど、じゃん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 、キランのとこも覚えてない。そうそうそう、でもあと1曲いける？でも携帯がいけるかな。でもちょっといい終わり方したので、今日はこの辺で終わろうかな。フラストレーションはちょっと踊れないですね、ここ狭いから。やっぱダメみたい。やっぱダメみたい。だから今日はこの辺で終わります。またお礼配信としてしますね、明日。明日じゃあ早すぎる。でお礼配信にカラオケ配信しますね、この間踊ったので。募集しますね、じゃあ歌ってほしい曲。カワが歌える歌ってほしい曲を募集するので、ショールームに入ってる曲の中で48グループ内でね。どうしよう、ツイッターの方がいいかな、インスタだって消えちゃうじゃん。そうよね、うん、あ、歌える曲にじゃあいいねする。いいねする、ツイッターで書きますね。いいねする、そしたら分かることない、あ歌えないんだって。そしたらさ、違う曲をさリクエスト、でも全曲歌えるか分かんないから、まああれになっちゃうんだけど、ランダムになっちゃうんだけど、歌えるよっていうのはちゃんと歌えるよってアピールします。じゃあ明日、もう充電がないみたいこの携帯。明日します、うん、明日します。明日なんかありますっけ、配信系。うん、何時からがいい？8時にする？9時か。9時だとね、あんまり寝遅いとね、でもねあれなんですよ、私の家が歌ってると、隣の佐藤さんをあげろってきた通知がなっちゃうんですよ。どうしよう、半、間を取って半。
家が揺れるからそんなことはない。8時半から短くて1時間ぐらいします。うん、伸びたら伸びるかもしれないけど携帯次第ですね。それはということでありがとうございました。今日もファッションウェイもにありがとうございました。ということで今日のランキングは何にしよう、色にします。今日のランキングは色ですね。ということで好きな色、好きな色だったら1位から呼ばなきゃ色で呼びますね。好きな色か、好きな色か、あーランキング取っちゃった。好きな色いきますね。色でいきます1位、緑、ありがとうございます。緑、緑さんありがとうございます。2位、グレーさんありがとうございます3位、3位は紫さんありがとうございます4位ピンクさんありがとうございます。5位茶色さんありがとうございます。6位うーん赤さんありがとうございます7位黒さんありがとうございます。8位うーん青さんありがとうございます。9位シルバーさんありがとうございます10位黄色さんありがとうございます11位オレンジさんありがとうございます。ここにサイリウムカラーが入ってくるのもちょっとあれだけど、でもサイリウムカラーは別ね。12位は何色が残ってるかな白もっと上だったな、忘れてた、ありがとうございます。で13位、13位はベージュさん、ベージュももうちょっと上かもしれない、ありがとうございましたありがとうございました。ざっくり言ったので、そのあれですよ、くすみピンクだったり薄紫だったり、あの緑も緑でも、そのなんだろう、健康的な緑は好きじゃなかったりするので、くすんだ緑とか全体的にね、くすんだ色が好きです。あ、アイボリーも好きだ。じゃあそれ以外アイボリーありがとうございました。ありがとうございました。皆さんアイボリーの方が多いかもしれないけどありがとうみんなありがとうございました。アイボリー分かんない方は検索してみてください全体的にくすんだ色が好きです、私ははい、ありがとうございました。皆さんアイボリーの方々、あとは他の色の皆さんありがとうございました。また明日の8時半集合で、お疲れ、本当にパッションホイお疲れ様でした。カホもお疲れ様、またね、みんなにもイコイコしてバイバイ